斜めから今入れた水なんですけども、ここに水のスタンドがあってパイプを取りまして、この下のところにボイラートレがあるので、こちらに水が溜まります。でですね、こちらのボイラートレに溜まった水、下からヒーティングすることで水がですね、水蒸気となってこちらの庫内を充満するようにできています。で、実際にそうしましたら、この動いているところを見ていただきたいので、放送の方を見ていきたいと思います。そしてここが肝心なんですけれども、スチームを出すために水を 5cc 入れさせていただきますね。じゃあ付属のカップがあるんですけれども、こちら 5cc になっております。で、給水口から水を注ぎまして、あとは扉を閉めて、トーストモードですね、一番あのお客様から見ていただいて左側、こちらトーストモードに設定をして焼いていきます。はい、これでも焼きが始まるんですけども、あ、すみません、失礼しました。今焼かせていただいているのがこちらのこちらでも、で、見ていただくと分かるんですけれども、先ほど話した水蒸気、徐々にあの温まりまして、水蒸気ですね、こちらの画面が水蒸気で曇っていくのを見ていただけると思うんですけれども、で、下よりも早く加熱されることで、水蒸気充満されたくない、焼き上がったの枚数ですとか、あとは、厚さですね、あとは缶の種類、その他冷凍しているもの、あとは季節による気温の変化、1回の焼きに使う量が5cc、環境によって電圧が変わるので、それによってもやっぱり来ないの変わる、まあ、それでも一応センサーのできる理想的な焼き上がりになるように見ていただけると思います。はい、焼き上がりましたね。そうなんです。それではちょっと熱いので、はい、取り出していきます。焼き上がると思うので、ちょうど今煙も出てきて、香りも充満してくるんですけど。はい、取り出していいですか。そうなんです。はい、それでは温かいうちに召し上がっていただきたいので、少し早めに取り出します。開けた時に写真撮らせて食べたいと思うんですけども、焼き上がりが重要というか、すぐ食べていただく方がいいので、動かしながらという形で。はい、そうしましたらこちらトーストですね、焼き上がりました。熱いのでお気をつけください。よろしくこちらで何回もございますので。